キューバ進行は、ジェンキンスの耳の戦争中の1741年8月4日、5日から12月9日まで行われた戦闘。イギリスのエドワード・バーノン提督率いる艦隊と、トマス・ウェントワース少将率いる陸軍は、キューバ沖に到着、カンバーランド湾に上陸して、共闘法を築いた。大した抵抗を受けなかったにもかかわらず、二人とも、 サンティアーゴデ・クーバへの進軍の用意ができていないと考えた。結局、イギリス軍は数ヶ月間行動を起こさず、ゲリラと薬病に悩まされたため撤退した。バーノンは1741年のカルタヘナでインディアスの海戦でカルタヘナを占領しようとしたが失敗した。彼の軍勢はすでに病気で弱まっており、士気も低かったが、彼はキューバ島の侵攻を決定した。 キューバ島の南部と東部は人口が少なく首都のハバナからも遠かったため入植が可能であると考えたのだった。バーノンの遠征隊の中、陸軍はカルタヘナでの敗山兵であるイギリスと北米植民地軍3000とジャマイカの黒人船だった。海軍は機関の母ン、カンバーランド、グラフトン、ケント、モンタギュー、ティルベリー、ウスター、チェスター、タイガー、 二重門艦エクスペリメント、二重門艦、シーアネス、二重門艦、ショアハム、急宝艦、アルダニー、河川、フェイトン、河川、ストロムボロ、スループのボネッタ、スループのトライトン、病院船プリンセスロイヤル、病院船、スカーバラ、テンダーボートのポンペイ、そして陸軍を乗せた、輸送船40隻だった。遠征軍は、ポートロイヤルを立ち、 サンティアーゴでクーバを占領しようとした。8月4日から5日にかけての夜、イギリス正規軍とジャマイカからの黒人軍船は、グアンタナモ湾ンの砂浜3カ所に上陸した。抵抗を受けなかったため、上陸軍は、後軍をはじめ、ラカタリナの集落に向かおうとしたが、3日後に、目的地まで、残り105キロメートルのところで指揮官のトマス・ウェントワース少将が心細くなって、 新軍を遅くした。サンティアーゴ総督、フランシスコ・カヒガルデラ、ベガ、中流軍の指揮官、カルロス・リバーゲロ、現地の民兵隊の指揮官、ペドロ・ゲレーロは、正規軍350と、民兵600しかなかったため撤退した。しかし、イギリス軍は、疲れと薬病により動けず、4ヶ月間も抗軍を再開しなかった。その間にもスペインは、ゲリラ活動を続けた。 バーノンはウェントワースが行動を起こさないことに起こったが、艦隊を危険にさらしたくなかったため、艦隊に巡航を命じるに止まった。薬病に悩まされる兵士の数がだんだんと増えてしまった。ため上陸軍は撤退して、乗船、12月9日の夜明けに出航して10日後に、ポートロイヤルに到着した。バーノン帝督の遠征は、多くの損害を出したが何の成果も出せず、彼の名声は地に落ちた。 バーノンは1742年に帰国を余儀なくされた。ありがとうございます。